広く浅いチャンネル。こんにちは、広く浅いチャンネルです。今回ですね、オートバイの話題になります。バイクと一言で言っても様々なジャンルがありまして、人には好みがあるように、どんなバイクが好きかも人それぞれですよね。例えばネイキッド、スポーツツアラー、アドベンチャー、スーパースポーツ、レーサーレプリカ、クラシック系、アメリカン、クルーザー、ゲンチャリ 50cc ですね、ビッグスクーターなどなど、まだまだあると思いますが、その中でも自分が大好きで乗っているのは原付2種の PCX125 です。もう7年くらいこの PCX125 には乗っていますが、トータルで満足しています。実は自分大型免許まで持っていまして、 750cc、 そうです、7班の川崎のネイキッド ZR7 に乗っていた時代もありました。僕のバイク車歴も動画にしています。テンポよく見れる動画に仕上げていますので、概要欄にリンク貼っておきますので、よかったら見てやってください。よろしくお願いします。まあいろいろありまして、ここ数年は運があまりなく、低所得サラリーマンになり下がってしまったので、身分相応ということで原付2種のスクーター PCX125 を愛車としています。とは言っても我慢したり妥協したりしているわけでもなく、今のライフスタイルにベストマッチな PCX125 はとても気に入っています。乗る時に眺めるだけでニヤニヤしちゃうぐらい見た目もかっこいいと思ってますし、とても大事にしています。一般公道ではめちゃめちゃ速いのもいいですよね。原付2種は維持費がただみたいに安いので、僕のような小遣い生活者でもなんとか維持ができますので、バイクにお金をかけたくない、だけどバイク乗りの称号を捨てたくない、バイク降りたのって言われたくない、バイクに乗っていない自分が許せない、認めたくねえ、受け入れることはできない、自分からバイクを取ったら何も残らないよって思っている方には最高の選択肢かと思います。ちょっと話が逸れたので元に戻しますね。皆さんバイクのジャンルは何が好きですか？僕は自分で買った以外でもレンタルや友人のを含めていろいろ乗ってきましたが、結局はスクーターが一番好きです。なぜスクーターが好きなのかの持論をこれから爆発させますので、少々お付き合いください。賛同いただける方は少ないと思いますが、その少ないであろうところもすごい好きだったりします。それでは行きます。1つ目、見た目がフルカウルでかっこいい。スクーターの見た目がどのジャンルのバイクより好きです。フルカウルのデザインはとってもデザイン性が高いので、メーカーの個性が出ますし、車のようにエアロをつけてドレスアップすることも可能なのが魅力です。2つ目、ギアがないので運転が楽。正直ギアチェンジをガコガコやるミッション特有の操作に興味が全くありません。めんどくさいとしか思わないので、スクーターが楽で好きといった感じです。僕は乗るよりも眺めることの方が好きだっていうのもあるかもしれません。3つ目、荷物が積める。大半のスクーターモデルはネットインがあるので、ヘルメットをはじめ雨具や買った荷物も入れることができるのは便利すぎですし、ちょっとした近所の買い物からツーリングまで幅広く対応できるのが好きなポイントです。4つ目、スクーターはファッションを選ばない。これ言うとちょっと反発を買いそうですけど、言っちゃいますが、バイク乗るときってバイクウェアを着ますか？正直めんどくさいのが大きいですけど、バイク専用服を着るのが億劫で仕方ありません。なんなら靴だって夏場はサンダルで乗りたいくらいです。私服、普段着でバイクに乗りたいんですよね。もともと自分はストリートバイカー的な、ドレスアップしたビッグスクーターに私服で乗るのが一番おしゃれと思っているところがあるからですけど、わざわざバイクに乗るために安全性能が高い専用の服に着替えて出かけるとか僕にはできないですし、専用の服にお金をかけるのがいまいち納得できずです。は？安全性はどうするのよ。社会人としての責任は？家族だっているんじゃないの？って思う方が多いと思いますが、はい、おっしゃる通り、子供2人と配偶者もいます。正論で考えると自分は残念な人かなと思ってます。バイクに乗ること自体が転んだり事故すると必ず怪我をする自殺行為だと自分は思ってますので、正直なところあまり考えていません。ヘルメットとグローブは装着しますけど、車というあんなでっかいすごい重量の鉄の塊と公道を走ると並走しなきゃいけないので、客観的に見るとそもそもバイクを乗る行為自体、公道を走るだけでもとんでもなく恐ろしい行為ですよね。もう正気の沙汰とは思えない、それぐらいの恐怖と思う人も多いと思います。普
通に正論で考えるとバイクに乗ること自体がお手もじゃないですけど乗れませんよね。本当に社会人として大人としての責任、これを考えている人はリスク回避を第一に考えてバイクには乗っていないものです。そうなんです、分かっているんです。何がベストか、乗らないのが危険回避、リスク回避の観点ではベストだってことは。まあでも乗るからには自分のスタイルで楽しみたいので、ファッションを選ばない、気軽に乗り出せるスクーターが自分はすごい好きです。自分が好きと言っているだけなので、バイク専用の服を否定はしていません。そこは勘違いしないようにお願いします。バイク乗りでこれを見てくださっている皆さんが大好きです。むしろ専用の服で装備を固めている人も、そのこだわりをかっこいいとむしろ思っていますし、尊敬しております。バイク乗りはみんな仲間だと思っていますので、ここでお願いですが、今回の動画について共感以外の否定的なコメントや意見はご遠慮ください。否定や意見をもらうために動画出していないので、速攻で削除しちゃいます。なんかすいません、ちょっと議論になるような話題になったかもしれませんが、自分の好きを共感いただける方だけに向けて発信していくチャンネルコンセプトなので、ご了承ください。こんな感じでスクーターがファッショナブルで好きってことでございます。いつか乗りたいですね、スポーツビッグスクーター T-MAX が一番の憧れです。ほんとかっこいいです T-MAX。 初代が発売した時からずっと好きで憧れ続けています。モデルチェンジを繰り返すたびに好きも憧れもどんどん増してきている感じがします。でも最新モデルはお高いですよね。いつになったら買えるのやらって感じです。買うための資金は、仕事での収入は1円もね使えないので、小遣いをコツコツ貯金して買うしかないです。なので10年以上は先になるでしょうね。突然嫁さんが、家族のために頑張ってくれてるから T-MAX 買っていいよ、150万円くらいでしょ、ローン組んでもいいよって言ってくれたりしませんかね。妄想だけはしてたまにニヤニヤしているんですけど、まあこれずっと続いてるんですけどね、この行為が。最近はホンダの XADV もかっこいいなと思ってます。これも現代のトレンドを抑えた感じのアドベンチャービッグスクーター、かっこよすぎですよね。これも T-MAX とどっち買おうかなと妄想だけはしています。おっと危ない危ない、現実に戻りましょう。当面は PCX125 で楽しんでいきたいとは思っています。 PCX の動画も他にもたくさん出していますので、よかったら見てやってください。はい、こんな感じでスクーターが大好きな理由をざっとお話しさせていただきました。皆さんが抱えている制約やストレスを振り切って、それぞれのスタイルで自分が好きなバイクに好きなファッションで乗って、風切って楽しんで走りましょう。少しでも、そうなんだね、変な人だね、変わってるねと思っていただけましたら嬉しいです。このチャンネルではジャンルを特定せず、車関係が多くはなりますが、バイク、ガジェット、アクアリウム、ペット、植物、日用品などひたすらおしゃれでかっこいいと信じている僕の趣味の世界を広く浅く紹介発信しています。ほんの少しでも共通の趣味だったり興味を持っていただけましたら、チャンネル登録で応援いただけますとめっちゃ喜びます。いろんなことやってるんで、趣味を探してる人は新しい趣味を始めるきっかけになるかもしれません。それではまた別の動画でお会いしましょう。最後まで見ていただきありがとうございました。さようなら。